山本です。パチュラ必勝ガイドのヘルメットたけしです。はい、ということで今回はこの2人で、はい、ラッパチラボスロイン長野、こちらベガス1200に来ておりますけども、はい、今回はね、オキドキを打っておりまして、はい、前半は絶好調でございましたが、はい、とりあえずあの前半のね、いい流れを抜けたところで後半どうなるかというところですが、はい、あの引いてないのがまだいっぱいありますから。ありますね。まずやっぱりフリーズね、はい、で、かなちゃんランプ、はい、で、光り方のいつもと違う、はい、通常パターンのない光り方も、はい、何にもいけてないんでね。何もいけてない。後半はその辺を頑張りたいですね。頑張りたいと思います。それではランプでスローいきたいと思います。今回の収録ホールは長野県安曇野市にあるベガス1200。こちらのホールはパチンコ740台、パチスロ460台を設置する大型ホール。最新機種から人気の機種までバラエティー豊かなラインナップを取り揃えており、あなたの打ちたい台がきっと見つかるホールとなっています。スロットコーナーのデータ機器にはビグモプレミアムを設置。15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。サイドランプにもこだわった演出で分かりやすいコーナー案内、28日間のスランプグラフ、当日の細かい夕霧歴、大当たり結果の集計表示などデータの量も満載となっています。貸し出しサンドにはベガシア2を設置。タッチパネルの操作で分かりやすい仕様となっています。ベガス1200の神戸です。酒井です。横川です。木村です。ベガス1200パチンコスロット合計1200台、県内最大級設置台数にて営業しております。ベガス1200はスタッフ全員が明るく笑顔で皆様が安心してご遊戯いただける環境づくりを目指しております。皆様のご来店お待ちしております。さあ、それでは、はい、後半戦ということで、はい、僕が今245ゲーム回ったところですね、はい、ヘルタケ741ゲーム、はい、ちょっとこっからの道のりがどうなるか、そうですね、っていうところで、はい、頑張りたいと思います。頑張ります。はい、でスタート。これ浅井が吹いて土曜日が来てます。知らないです。知らない。はい、実は、豆知識でも披露しておきましょうか。 おめでとう的な。あ、近いですね。なんか幸せとかそういう意味です。ああ、はい、なるほど。浅井が吹いていい言葉ですよ。幸福とか。はいはいはい、はい、まあ確かに光の幸せですね。幸せですからね。これ以上幸せな光はない。はい、レア役っていうか、それで光るとモードが一気に上がる可能性が高いですよね。そうですね。チェリーを除くレア役ですね。チェリーを除くレア役だと上がりやすい、はい、上がりやすい。中段チェリー確率ってちなみにどれくらいなんですか。中段は、3万2000分の1ですね。中段チェリーが、はい、3万2000分の1、はい、それの 50% でフリーズリーチします。超ドキドキ、はい、超ドキドキすることなんか日常生活でそうそうあるもんじゃないですかね。ないです。ありました、なんか超ドキドキすること。ないでしょ。ないですね。ないですよね。もういい大人になるとなか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 ない、はい、ときめきもしないですし、はい、まあ、なんか何も期待しないでマッサージ屋行って際どい服着たお姉ちゃんが出た時ぐらいですね。なるほど。超ドキドキしたのはまさかと思って。普通のマッサージでしたけど。本当に普通だったの。さあ、私もあの200ゲーム抜けてしまったので、通常 A もしくは B、まあ、通常にいるのは間違いないと。ここですよね、はい、ここを辛抱して乗り切らないといけない。そうですね。通常 A、B をいかに早く抜け出すかが重要です。いやいやいや、ここですよ。ここはもうひたすら回すしかないですよ。いや、飲まれる。前半で貯めた貯金が後半早々なくなりそうです。その後も光ることはなく追加投資が始まってしまいます。時々でこんなハマりきってたら笑われますよね、やっぱ。
いやでも一番下でも242分の1。そうなんですよね、はい、そうなんですよね。なのでもうそろそろどちらかは当たっても、俺も今日終わった頃にはこのハイビスカスの光でちょっと日焼けして帰りますからそれぐらいとちゃんとサンオイルは持ってきたのかな。こんな幸せな日焼けはないですよ。ないですね、ハイビスカス焼け。ちなみにおそらく今通常 A じゃないですか。はい、次行くのもまた通常 A か B でしょ。そうですね、基本が。はい、ただまあ B にも若干まあ当然その設定にも、はいはいはい、設定の影響もあるんですけど、ビンテッチという、まあ、B にいる可能性もなくはないので今ね、はい、はいはいはい、とにかく今は早く当てて、そうですね、この後の様子を見るしかないです、はい、そうですね。通常 A からでも 10% くらいは行くらしいですね、地点ごとに。はい、あります。 10% 行くってことはね、なくはない数字ですよね、はい、弾ける人なら弾けなくもない確率ですね。いや前半と打って変わってるこの展開、これがお気どきですからちょっと舐めてました、あの簡単に行くだろうと思ってたんで今日はもうえらいことになるぞと思ってましたけどね。そんな甘くないな、やっぱりな。いや僕も飲まれてしまいました。え、マジで、はい、早い。そうか、レギュラーがちょっと多かったから。そうですね、はい、あ、来た。あ、しかも全滅が。はい、これがレギュラーだったら、いや、さすがにないです。ないでしょ、さすがにね。うわうわ、かっこいいな、全滅。これ多分、ビッグはビッグは、はい、スローでしたね、今。やっぱ初当たりちょっといい感じですね、これ。そうですね、少ない追加投資で済みました。スロー点滅だったので次回のモードにも期待できますよね。スローだと確か次回はね、通常 B 以上のチャンス。あ、チャンスね、はい、ちなみに同時が、はいはいはい、同時が B 以上濃厚なんです。なるほど、あ、怒り方によっていろんな法則っていうのがあるんです、はいはい、あくまでも次回のモードを示唆してるんですけど。っていうことはやっぱりレバーオンでモードを修正もしてるってことですよね。そうですね、戻った時じゃないですね、それしか考えられないですね。おーっと、マスター、おめでとうございます。578ゲームですか、なんとか。これは通常パターンですね。そこそこハマっただけにこれはつない。さあ終わりました。なくはないですからね、天国も。通常 A でもね 10% ぐらいいくでしょ、はい、でもしかして通常 B にいたかもしれないから、はい、ね、なくはないんですよ、すでに天国の期待は。じゃあ僕も追いかけたいと思います、はい、はいはい、行っちゃってください天国。どういうこと？まだ分かんないですね、はい、まだ天国か切り切りか分かんないですね、はい、何このこれ分かったら3連続で上がってますよ、はい、マジか、お先に行きましょう。まだ分かんないから、強がらないの。ゲストの調子がいいことも喜ばないと。まあ、終わってすぐ B に行くようであれば、はい、プレスの可能性が高まるっていうので、まあでもぶっちゃけ目に見えてわからないことなの で、 そうですよ、ね、あくまでも妄想でのお話になってしまうので、全然間違ってる可能性もありますもんね。ありますあります。32、これはないですね、やっぱり。ヤマピンの調子が上がってこない以上、たけしさんに頑張ってもらわないといけませんね。32ゲームで当たればもうほぼね、全国は確定ですよ、ね、そうですね、1回だと確定しないですよね、やっぱりなんか、はい、引きで引いてる可能性全然ありますからね、1回ぐらいだとね。でもいいな、夢のある32ゲームだな。お願いし
夢のない32ゲームと夢のある32ゲームありますよね。今回は夢のある完全に夢のある32ゲーム。いやまだまだ大丈夫。こう言い出すとちょっと不安になってきてるけど、本当は不安なんですよ。本当はめっちゃ不安なんですけど、ちょっと強がってみました。うわー15ゲーム、ちょっともう2倍ハマりですよ。次で16、やばい。あ、遅れた遅れた、おそらく遅れました。次ですね。おいー、素晴らしい。やっぱ遅れてました。いたって通常なあの演出ですけど、とりあえず遅れました。これです。もう天国には、はい、もういたってことですね。あ、ということはもしかしたらあの風景の可能性が比較的上がり、はい、安いので、ね、まあ、ただ空数だとあの連チャンしないという、はいはい、上がりやすいけど連チャンしないっていう特徴があるので 60%、 はい、だって、まあ、あまり連チャンには期待ができない呪術なぎのようにポコポコ当たってくれれば問題ないですからね。いやかなちゃん、ほら来ました、かなちゃんランプ点灯もありませんでしたけど、今日のかなちゃんはご機嫌斜めやな。お早い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 、よかった、まだいました。いやこれでパネル衝動とかしてくれるとパネル衝動も次回猫確定なんで、確定なんですか、はい、ちょっと安心して打てるんですけど、安心できる要素は今のところないですね。あのキック、3連目、はい、ね、いやさっき逃れた分はほぼ入ってきました。早いな。一方こちらの方はやばい、ちょっと逆転の方にしまった。ちょっと頼むわ、早めに。うわあ、来た、よっしゃ来た、早かったですね今回は。よかった、239ゲーム、239ゲーム、はい、上がったんじゃないですか。ハハハハ、ポジティブに考えないと楽しくないですからね。超えたい、3連の壁を超えたいですね。今日でも3連ともね、はい、3連以上してないです。やばいんじゃないですか、もう20ゲーム超えてんじゃないですか。そうなんですよ、静かに回してたでしょ今。バレんようにバレんように。うわあ、もうやばいですって。もうラスト、わあ、まただ。じゃあ、この敵は山野さん。ああ、まあそんなヘルタケさんには申し訳ないけど、はい、天国に行ってる予感しか今してないですから。なるほど、かなちゃんのお尻がちょっとさっきね、プロって震えた気がするんですよね。プリプリって、なるほど、プリプリって感じだから。誘われちゃったんじゃないの。いい予感しかしないっす。よー、運命の32ゲーム、ラスト、やいやい、上がってない。次3スルー目なんですよ、でもね、はい、もう次が本命でしょう。できれば100ゲーム以内にね、引いてね、はい、って言って打ってたら中断経理を引いたりするんですよね。ああ、いいですね、その展開。そういうことですよ。いいですね。夢ばっかり語ってんじゃないよ、もっと現実と向き合ってください。ちょっと僕そういうの見たことないんで見せてください。了解了解。昔からこういうね、オキスロ系とかジャグラーとかは、はい、よそ見した時に光るみたいなね、はいはいはい、よく言われるじゃないですか。そうですね、ありますあります。おー、
よそ見しまくりなるほど、だからさっきからちょっとチラチラそうそう、キラ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 なるほど首もげるんちゃうかっていうぐらいもう鶏張りの瞬発力でお願いします。正直僕今もう B じゃないですか、これ今どうなんでしょう。まだ2回ですちょっといいじゃないですか、 B でしょうねみたいなこと言ってくれれば、はい、それが心の糧になるから多分 B です。これは怪しいな、まだ A やな。これ思い込みが大事なんでしょ、ポジティブにいきましょうよ。いや A でも上がりますから。いやだから B いますから大丈夫余計な心配なんて大丈夫何するのが今まで最高ですか。フル回数ですか。フル回数それでも6回とか7回ぐらい。少ない方ですね、はい、9回10回の話はよく聞きますもんね。あここだけ考えるとまあ恐ろしい。恐ろしいじゃないですけどね、自分が経験したくないですね。まもなく、今年の年長を超えるか。あ、見上げちゃいました。はい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 、通常 A、B どちらかに滞在してることか。 A ですよ。 A ですか僕は B ですけどねなるほど、うん、3年 A 組、3年 B 組大丈夫です、A からの一発でチェックに引き上げるんで。まあ、そういうことですよね。でも A に行っても自力で引き上げればいいってことだからね。そうです。これスイカで当たってるから、はい、もしかしたらもしかしたら当たってる可能性も、ね、全然あります。当たってなくても多少、通常 B に期待が持てる、そういうことですよね、光り方になってるんで、まあ上がってなくても次もう一発早く引ければその後天国に上がる可能性が。 B から A に落ちることはないんですよ。はい、ただ B をずっとねいることもあるってことですね。天国に。ありますこれが一番厄介ですよね。そうですね。天国には上がっていなかったたけしさんですが、おっまたスイカで。本当にすごいてかこんだけスイカで引くぐらいだったらついでにフリーズもくっついてこいっていう。そういうこと、そういうこと本当にいやいただきました。これはもういただいた。ヘルタケが次皆さん天国です。いただきます、まあ、天国じゃなかったらもうちょっとこれ説教です。かなちゃんまたですか。おお来た、やっと怒りました。いいかなちゃんがわー、透けてる透けてる、はい、透けてますね。エロい、いやーマジでついに勝った。チャンスチャンス。ナナちゃん見ずに終われないですからね。そうですね。こっちのランプはさておきこっちぐらいはつけないと。いただきます。さあ、1ゲームぐらい確定ですね。あーいい、なると思って叩くレバーほどいいレバー追わないです。おー貢ぎ具合って言ったら俺の方が貢いでるんですけどね、かなちゃんは全然振り向いてくれ。色気が足りないんじゃないの。
ネギちゃん、進むでしょ。お、よし、ネギちゃんしました。よしよし、いいですね。はい、いいなんかちょっと前までは純粋におめでとうと思えたんですけど、うざついてきました。今ちょっと嫉妬心が上回ってきましたねなるほどなるほど、ゲストなんだから鼻をもたせてあげましょうよ。今何レースか今ワンゲーレンも込みで、初当たりワンゲーレン込みで、4連目ですね。初当たりも軽く天国にもつながる好展開、ここから怒涛の連チャンが始まってしまうんです。あ、おー、いる、まだいます。よし、5連目が終了。はい、まだいくか。ああ、おお、すごい、よし、長引いてる、やった、素晴らしい素晴らしい、全然記憶が全然記憶が進めた。ヤマキンの様子がちょっとおかしいですよ。6連目が終了。はい、続いてるな。まあ、僕も続いてますけど、調子が、まあ、流れはまだ、おお、すごい、あ、それが、これで7発目ですね。7発目、8連目、8連目受けて、なんかグースっぽかったんですけどね。そうですね、連チャンしますね。はい、はいはい、あー、しかもチェリーなんで、完璧やな。次の連チャンも勝ってるんですね。こんなにコインが出て、すいません、なるほどね、あー、こんなにコインが、なるほどね、はい、9連目が、確定している状態、チェリー会場に来たんですね。はい、25ゲーム、こちら、これで10連目、あ、9連目か。おー、いったー、はい、10発目、大台に届きました。ドキドキモードにも上がっている可能性も出てきましたね。はい、10連目終了ですね。いやー、それにしてもかなちゃん、なかなか光らんじゃん。おい、簡単だ。11連目ゲットです。やばい、めっちゃ連チャンする。はい、11連終了ですね。もう時間がね、実践時間が、なくなるということなんですが、もう時間ないときに限ってね、本当めっちゃ連チャンするっていう、こういうパチスロあるある。私も経験があります。あれ、もういい加減ね、抜けてるでしょ。そうは言いつつ期待してるんじゃないの。あ、抜けてない。12発目、
ごいね。いや隣の隣の方がね、あの山野さんも俺も引きたかったフリーズ引いてます。すごい。簡単に弾けるものじゃないですからね。そういえばしばらくヤマキンを見ていないけど、どこに行ったんでしょう。12連目、終了ですね。いやどうだろう。うわ、いるんだ。これで13連目。いやこれもしかしたら、あのこっち市内だけで、超じゃなくて普通のドキドキの方上がっちゃってる可能性もあるな。確かにそう考えた方が自然かもしれませんね。じゃあドラマも、2000枚超えました。早い。14連目いるかな。28ゲーム、あと4ゲーム。わ、30ゲーム、31、ラスト。あ、13連目全国抜けちゃいました。終わりました、ヘルタルさん。はい、13連すごいすごいけど、はい、僕もすごいんです。実はどうしたんですか。まあちょっと申し訳ない、ちょっと時々はもう心が折れてやめたんですけど、はい、それは僕も見てました、はい、ミリオンゴッド行ったところ、はい、プレミアムゴッド引いちゃいました。マジ。まあ、わーわー言ってる間に、はい、後半戦ここで終了でございます。ありがとうございました。マジかー。いや、実戦が全て終了しまして、あのやっぱね、激アツってこうね、出ましてね。いや話の途中ですけど、ドキドキですよ。今僕が気持ちいい話をしてるんじゃないですか。激アツって出ないです、ドキドキは。今日はドキドキの実戦。はい、そうだ、プライベートに切り替えまして、2年ごと座ったところ、すぐにゴッドを入れてしまいまして。すごいですね。いや、そんな話は、今日はドキドキですから。はい、13年。はい、ああ、よかった。よかった。まあ、あの収録の時間の関係もありまして、はい、ね、やめましたが、その代わりをねやってくれましたから、なんとか13で見せることができました。で結局かなちゃんランボは光らせましたよね。はい、光らせました。中段チェリーフリーズは弾けませんでした。違和感のあるあの通常とは違う光パターンはそれは弾きました。あ、3分の2でクリア。はい、まあまあなかなか楽しい実践になったんじゃないかと、はい、久々に僕もおきどき行きましたけど、はい、やっぱね、ハマり、連チャン、なんかいろんなこと踏まえやっぱ楽しいというかドキドキできる台で、そうですね、改めて楽しい台だなと思いました、はい、今日はでも本当にありがとうございました。終始も見事プラスで、はい、よかったです。僕はあのこれからプラスにしていこうと思います今消化中でございますんで。なるほど、はい、あのカメラが一切来てくれなかったっていう、ね、一応呼んだんですよ、はい、でいや関係ないからみたいな感じでその辺はちょっと悲しかったですけども、はい、はい、この後も打ちたいと思います、はい、ということで今回はですね FMS たけしさんをゲストにこちらベガス1200から送りました。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。